今度は永平寺の館長はやっぱり同じことや。今ね、なんともならん、もうわしも、もう人間として、あんな人間がおるかなっていうぐらいの与太郎さんです。それをね、農業、新しい農業をね、やらしとも。ほいで3年かかった、今年で。もうキュウリでもこんなプロだと負けちゃう。今日もスイカ追い切ったってね。いくら怒ってもやめない。今度怒る方がね、ね、まいちゃう。で今年3年目です。見事に作った。